初めての表参道の話。初めての表参道の話。原宿の方に表参道っていうでかい交差点があって、その近くにちょっと用事があったんで、まあ、自転車で行ったじゃない、長距離1日かかるようなね感じで。もちろん表参道の近くの用事だけじゃなくて、他にもね買い物とかいくつもあったんで、まあ、一気に済ませちゃおうと思って、はい、そのルートで行ったんですよね。でどんなルートを取ったかっていうとね、六本木のルートですね。いつも私南側からアプローチするんだけども、東京へはね、芝公園の方、はい、芝公園の方を通ってですね、それで飯倉っていうね、あ、東京タワーの、あ、赤羽橋かな、東京タワーの下の方を通って、それで飯倉っていうね、ちょっとアップダウンの激しいとこ通って、でロシア大使館の横を通ってね、それで六本木に行くと、うん、飯倉片町っていうんですか、そこも通りますけど、まあとにかくこの辺りね。で、ここがね一番分かりやすくて、ちょっと他のルートでは考えられないなみたいな感じ、こっち方面行くんだらね、そういったルートなんで。でこう六本木からね北に行くとですね、渋谷の方とか新宿の方とかね、池袋とか行けるんで、六本木の交差点すごいよく通るんですね。はい、よく通ります。はい、でその時は西麻布、じゃあその時はですね、表参道だったんで、六本木を西側に折れて、で西麻布行って、そっからですね、北の方行って、で、表参道と、そういったルートだったんですね。で表参道は表参道ね、ブランドショップとかたくさんあるんだけども、私が一番というか驚いたのはね、西麻布ですよ。西麻布、よく西麻布って聞きますよね、東京の地名としてね。で、まあ大きな町なんだろうなとかね、この由緒ある建物があるんだろうなとかね、あるいはをそのこう交差点として、その六本木のようにね、どこにでも行けるようなハブのような交差点なんだろうなとかね、いろいろ考えていて、で六本木からね西麻布に行くときね、高速道路の下をね通っていくんですけど、自転車の場合ね、なんかねアップダウン結構あるんですよね。アップダウンあって、なんかまあ洒落てるんだけど、洒落てるんだけど、その高速道路があるから、そもそもね、だからまあそれなりになんですよね。おしゃれだけど、こう上に高速道路ガンと通ってるから、まあみたいな、見た目その景観が悪いというかね、まあ道だからいいんだけど、でバーって行ってるとですね、西麻布着きましたよ。で、あ、ここは西麻布なんだと思って、とで行く前に地図で調べてるから西麻布通るんだなみたいな感じで思うんだけど、交差点をねたっぷりしてて、車がね通りやすくなってますね。だけど建物がねそこまでないですよね。もちろん空き地になってるとこないですよ、ちゃんと建ってるんだけど、3階ぐらいの建物がたくさん建ってるんだけど、まあ飯屋が多いですよ、飯屋、レストランね。はい、でまあ普通だなみたいな感じで、確かに西麻布でその高級そうなねレストランとかもありそうなんだけど、まあそんなに変わった交差点ではないですよね。うん、だからちょっと標識抜けしちゃって、もちろんねこの裏手の方とかにたくさんね、この辺りは外国の大使館とかねたくさんあって、外国人とか多いし、あとマスコミもたくさんいるじゃない、この辺、この辺はね、だからそうね、大使館たくさんありますよね。で、まあこのレストランとかね、うん、たくさんあると思うんだけど、西麻布の交差点そのものはね、そこまで変わった、要するに超高級とかね、すごい作りがすごいとかね、だからそういうのはなくて普通ですね、普通、普通のでかい交差点だと考えてもらって構わないと思います。東京での普通のでかい交差点ね、うん、それが初めての西麻布でしたね。
ちょっと拍子抜けしちゃって、はい、で表参道の方行って、で表参道のちょっと近くにね用事があったんで、そこも行きましたよね。はい、そんなわけで、まあ表参道はね、やっぱ他の地域とは違いますね。作りがそもそも違うし、坂なんだけどね、やっぱりブランドショップだらけで、ブランドショップとか用ない人はあんま来ても、ねみたいな感じで、ちょっと高級感をね醸し出してるということで、はい、そんな感じがしましたね。